また入院して。あ、またやられた。東のおっさん弱いな。東のおっさん嘘つけないから。負けてやってんだよ。もう一回やるぞ。いいぜ、絶対負けねえし。何悔しがってんねん。怪盗の兄貴。いてててて。まだ無理しないでください。大変な状態だったみたいですから。3日も寝てたんだぞ。大ごと。3日も。あ、ミコは果物くれてる。うん、ずっとカイトのおっさんをつきっきりで見てたけど、さすがに疲れてたみたいでな。そうだよね。フラフラになってたから白樺のおっさんが休ませるって言って連れて行ったよ。大丈夫、相手に任せて。お前は母ちゃんについて行かなかったのか。うん、俺はいいんだ。東のおっさんがいろいろ遊んでくれたし。ありがとう東。いや、まあ暇だったもんで。貞本は、ああダメだったみたいです。そうか。八神からです。え、出張から戻ってきたみたいで。ターボー、さっきまでいたんですが、兄貴がいびきかいて寝てるの見たら安心して帰っていきましたよ。おお、そうか。かっこいい男だぜ。てててて。兄貴、無理しないでください。問題ねえ。問題ねえって、傷塞がってないっすよ。じっとしてる気分じゃねえんだよ。無茶しないでくださいよ。ジュン、ちょっと話すか。え、うん。平気か。平気だよ。俺の死んだ親父はさ、ひでえ飲んだくれだったんだ。え？家の金なんか全部酒に使っちまってよ。仕事にだってろくに行けやしねえ。酔っ払えば暴力だって振る。そんな親父だから大嫌いでよ。高校退学して家飛び出して悪さして少年院行き、その後はお決まりのコースだ。そうなんだ。だからガキの頃は親父なんて死んじまえってずっと思ってたよ。心のどこかで俺も自分がグレちまったのも親父のせいだと思ってた。まあそりゃ俺の責任なんだがな。ああ、確かによ、俺の親父はろくでなしだった。酒で自分の人生を台無しにした負け犬さ。だが実際死んだって聞いた時は不思議と楽しかった時の思い出が蘇ってきたんだ。なんでだろうな。生きてる時はあんだけ憎んでたのによ。悪い、こんなこと言っても慰めにはならねえよな。親父に一度だけドライブに連れて行ってもらったことがあったんだ。今思えば親父はただ新しく買った車を乗り回したかっただけなのかもしれないけど、どこか行ってみたいかって聞いてくれて、そしたら海の見えるところまで連れて行ってくれてさ。ジュン、無理すんなよ。
心配なら必要ねえよ。俺ならもう大丈夫だから。そうか。強がりやがってバブちゃんめ。怪盗のおっさん、俺決めたよ。ヤクザになるのはやめる。なりたいものが見つかったんだ。ああ、そうなのか。何になるんだよ。大事な人を守ることのできる強い男だ。あんたみたいな。だからもう大丈夫だよ。大丈夫だ。純、つらかったな。大丈夫だよ。俺はもう大丈夫だから。お前はどうするんだ。とりあえずミキコのいる白川さんのところに行くのか。ああ、母ちゃんを迎えに行かねえと。ああ、そういえば白川のおっさんにあんたが目覚めたら手紙渡してくれって頼まれてたんだ。え、何？手紙？なんか怖い、あいつからの手紙。カイトさん、以前お話ししたように僕はミキコさんにプロポーズするつもりです。あいつマジでさ。ジュン君が戻ってきて彼女が落ち着いたらその時に。ですがもしもまだあなたの中にミキコさんへの思いがあるのなら診療所でお待ちしております。白樺康隆。あいつ。なあ、何の手紙？果たし状だな。は？何それ。果たし状でした。ジュン、ミキコのところまで送っていくよ。行こう。そうか、一人で行けるけど。いや、俺も行く。ふん、分かった。果たし状渡されたんだ。白樺さんのところに着いたらミキコとのこと決着つけなきゃならね。心の準備ってやつができたらあいつのとこに向かうとするか。本シナリオではクリア後のプレミアムアドベンチャーが存在しないためやり残したことがある場合、ここが最後のチャンスになります。マジで言うてんの。そっか、なるほどね。ターボの時には一応、まあ、こういうのが後々できるようにいろんなことをね。それがない分ダウンロードコンテンツだから。お前何持ってんだよ。ん、この匂い。お前また持ってんのか。羊羹、お前なんか食い物でも持ってんのか。おお、カイトのおっさんの分もあるぜ。ほら、そんじゃいただいておくか。くついカステラかーい。お前はいつもなんかお菓子持っとんな。まあもちろんいろいろ街を見たいとかもあるんやけど、あれやっていいか、思い出を集めるっていうやつ、それしてみたいな。いろんなカイトが誰との思い出を持っとんのかみたいなやつを。ある。ここがカイトがケツ持ちしてたキャバクラのね、ところね。ここでミキコをかばって派手に喧嘩をやらかしたことがあったな。やってたな。ボコボコにしてましたね、あの時も。サウナ5で。これか。ここはジャッジアイズで来たもんね。羽村行きつけのサウナだったな。そうですよ。組に入りたての頃にこのサウナで無茶なことやらされたっけな。なるほど。じゃあ羽村ともここに来てたんだね。なるほどね。そうそう、そういうの聞きたいんだよ、カイト。
確かさ、この辺にさ、ジャッジアイズの時にカイトがさ、この匂いはなんか死体役ってこの辺コロンって転がったやんか。この辺なんかないの、死体役の思い出みたいな、ないの？あ、あるじゃん。これは、そういや、ここでターボーと松金の親父を引き合わせたんだっけか。あ、そっか、そうだ。うん、なんか過去のシーンでここだったんか。うわ、あったわ。ここでターボーとカイトと親父と3人で、まあ、あれですね、ターボーが悪ぶってた時代の時ですね。まあやっぱりあとカイトの思いつく場所といえばミキコさんとの思い出の場所ね、カムロシアター。そこでカイトが初めて告白したっていうの聞いたから、そこには行っておきたいかな。でもさ、なんかあのターボーがさ、お見舞い来てくれとったの私すごい嬉しかったな。なんだよ、今ターボーの話してんだよ。あ、あるわ、これか。こりゃ、そういやデートで俺がやらかしてあいつの怒りが収まらなかったことがあったな。人だかりができて大変な状況を収めるために随分強引なことやったっけ。何したお前何した本当に。いや結構見たい思い出見れたので、もうタクシー捕まえて、うん、もう白樺のとこ行くか。行こう。なあ、行かないのか？ん？ああ、行くよ。でもここで行ったらカイトどうなる？告白すんのかな？あ、いるよミキコさん。ジュンに、マサハルさん？いや。カイトのおっさんが送ってきてくれたんだ。一人で行けるって言ったのによ。そう、マサハルさん、ありがとう。いいよ。いいんだ、俺もお前と話したかったからな。そっか、やっとまともに話せたな。そうだね。元気だったか。いや、記憶喪失だったやつに聞くのも変か。そうかも。ジュン、よかったね、あなたのヒーローと一緒に冒険ができて。え、うん、よかったね。久々に見たらたくましくなっててびっくりしちゃった。ほら、あいつの腕ひねり上げて倒しちゃってさ。うん、護身術母ちゃんに昔教わってたから。なあミキコ、お前はこれからどうするつもりなんだ？どうって？いや、家とかどうすんのかなと思ってよ。あんなことがあった後だし、家にも居づらいだろ。あ、それはそうだね。どうしよう、まだ考えてないや。だけど。だけど？うん、なんか白樺さんがね、気晴らしに純と3人で旅行でもどうかって言ってくれて。白樺いらんだろ。旅行どこに？世界中どこにでも、好きなところに好きなだけだって。まあ冗談だろうけど。あいつ金に物言わしとんな。おお、そうか。冗談なんかじゃねえと思うけど、あのおっさん医者だし金持ってそうだもんな。カイトのおっさんと違って。お黙り。うるせえよ。ミキコさん、中で一緒に映画でも。お前調子乗っとんな。来ちゃった。手紙見たぜ。それで、あなたは何をしに来たんでしょう。何をって、そりゃあ、ミキコさん、ちょっと待っていてください。え、何？ん？え、何？何あいつ。
ミキコさん、これを。ミキコさん、僕と。また。はい。何でしょう。ストップだ。だな。白川はいいやつだ。それに俺と違って金もある。それなのに俺は。カイトはもっといいとこあるよ、いっぱい。頑張れ、カイト。ミキコをどうするつもりなんだ。何それ。白樺見守るか、連れて帰るかってこと？連れて帰っていいの？まあ、ターボを許してくれるか。そんな猫みたいな感覚で思うなよ。いや、白樺にだけは渡せね。連れて帰る。ミキコは、俺が連れて帰る。連れて帰るって、どこに？あなたの狭くて汚い、散らかったアパートに。うるせえな、いいだろ。それは、これから考える。それに俺のアパートは意外と片付いてる。たまには掃除だってしてんだ。綺麗だぞ。カイトーさん、あなたの気持ちは分かっているつもりです。だけど、僕としてもこれだけは譲るわけにはいかないのです。だから。分かってる、きっちり話し合おうぜ。いや、一番は話し合いなんてしませんよ。ミキコさんの気持ちだからね。じゃあどうすんだ。男らしく拳で決着をつけましょう。いいんだな、それで。はおいおい、今時決闘かよ。それにミキコの気持ちはどうなるんだ。カイトーさん、これは僕自身が納得するための戦いなんです。言ったでしょう、最初から決死の覚悟だって。お前、ミキコさんの心は僕の方を向いていない、そんなことは分かっています。ですが、もしもミキコさんの前で彼女にとってのヒーローであるあなたに勝つことができたなら、彼女は僕の方を向いてくれるかもしれない。だから、カイトーさん。分かった。だが、大怪我しても知らねえぞ。その心配は無用です。なんで二人ともミキコさんの気持ち古虫なの？ねえ、勝手に始めてるけどさ、二人とも振られる可能性だってあるんだよ。なんでどっちかが OK もらえる覚悟で言ってんの？嘘、ゴリゴリに鍛えてやがる。その体、ハングレ連中がミキコさんを狙っていると知った後、僕は誓ったんです。この人を守れる男になると。マジかよ、お前。だから、この2年間必死にジムに通い、格闘技を習い、実戦を想定した特殊なトレーニングも積んできました。愛する人を守り抜く覚悟さえあれば、気弱だったただの医者も鋼の鎧をまとうことができるのです。分かった、その勝負受けて立つぜ。お前も脱ぐんかい。何これ。行くぞ、白樺。来い、カイトーさん。どうなる？あ、全然どうしよう。多分これ勝てるぞ。にしてもなんか辛いな、これでなんか白樺をやるんが。まあやるけどさ、かっこいい男だよ。一人の女性のためにさ、
白樺は強くなったってことやろ。かっこいい男だよ、お前は。でも海藤もその分喧嘩だけはしてきとるからね。いろんなことをいろんな人を守るために。負けてらんねえよ白樺。すごい、なんかメインストーリーが拳で愛を証明しろになる。恥ずかしいな。白樺が本気で来てる分海藤も本気で行くからね。行け白樺、来い白樺、いけ、こいつ回復してやがる。いけるか白樺。あっ、いけ怪盗。強い白樺。俺の勝ちだ。文句はねえな。白樺頑張ったね。すっきりしました。すごく。本当、男ってバカだよね。それで、あなたはどうしたいの？あ、私を連れて帰るとか言ってたけど。そうだな。頑張れカイト。俺の部屋が意外と片付いてるってのは悪い。あれは嘘だ。あいつの言う通り狭くて散らかってる。だろうな。風呂はカビが生えてる。へ？汚ね。引っ越す金もない。そうなんだ。仕事は一応探偵だ。だが収入は安定していない。給料未払いの月もある。それはちゃんともらわないとだね。だが一緒に来るか。カイト、おめでとう。カイト、海藤正春の事件簿、終わりです。ありがとうございました。え、海藤はあれもしかして奥さんできたってことでいいの？そう、本当に言ってる。マジでダウンロードコンテンツ攻めましたね。なるほど。そうだ、一気に純のお父さんになったし、マジでターボーになんて報告しよう。でもこの海藤正春事件簿っていうダウンロードコンテンツっていうのもあるから、そう、踏み込んだことはしないかなって正直思ってたの。その最終的にミキコさんとお付き合いが始まるとかね、そういうことはないかなって正直踏んでいたので、まさかの最後手を取ってくれたことないから、本当にびっくりしたんやけど。でもすごく海藤のいいところがいっぱい詰め込まれたダウンロードコンテンツだったかなと思います。怪盗らしさもあり、で怪盗の男気、かっこよさで、またジュンが怪盗に憧れるも私はすごい気持ちがわかるんよね。本当にヒーローみたいな男だし、
多分男性から見た怪盗っていうのもかっこいい、もちろん女性から見た怪盗っていうのもめちゃくちゃかっこいい。東も可愛かったけどねトランプしてくれてるの。いや、こういう一人一人のキャラクターのサイドストーリーというか見たいな、もっと。私今回はカイトやったけどね、どんどんダウンロードコンテンツにて、それこそフミヤくんとか東とかつくもとかのサイドストーリー私は見たいなと思ってる。ただやっぱりずっと本編にてジャッジアイズロストジャッジメントとやってきて、ターボをメインで私は一緒に行動してきたからこそすごいすごい新鮮やったよね。カイトと一緒に動くことっていうのが本当にありえん行動するしターボにはなかった、え、そんなことしていいのっていうことまでしてしまう海藤正治っていうのが新鮮味があり、なおかつ心配で、でもかっこよくて海藤らしいかっこよさを見れたかな。すごく楽しい時間を過ごしたと思いますいや、なんかね、いざこれをやってみて、あ、ターボって本当にクールでかっこよくてすごい男だったんだなっていうのを改めて感じただって本当にいらんことしてスティールとかね。あれ、そういえばさ、最後白樺とはその愛を証明しろっていうのでバーって喧嘩したけど、センダーはどうなったの結構一番序盤からさ、その星野を騙すキャラクターとして出てきて、結構今回キーキャラやったと思うんやけど、センダに関しては無視していいの、あの子は。あの子も一応ミキコさんに気持ちを伝えるべき相手なんじゃないの。まあ惚れっぽいって言ってたしな、まあ、それはそれとしておこうか。でまあ今回ジュンも成長したかなって、今回のねオリジナルのキャラクターだったけど、海藤正治に憧れて、その海藤正治とお付き合いのあった女性がお母さんっていうね、ヒーローに見えただろうな海藤は。ちょっとどうしても一番最初からのお父さん貞本京也っていうキャラクター私は不信感しか抱いてなかったんやけど、あの純くんにナイフを突きつけたっていうところからね、ちょっと変な人だなとは思ってたの。最後の最後、正直ね、本当にずっと言葉が出なかった。あの人の喋る一言一言が本当に私ドン引いてしまって実況せないかんのに、このなんか開いた口が塞がらんというか、まあドン引いて。でもカイトが言ってたように、最終的にその実のお父さんが亡くなってしまって、確かに嫌なお父さんやったかもしれない、嫌なキャラクターやった本当に。けど純くんの中で一つでも、あんなお父さんでも一つでもいい思い出があるんだとしたら、よかったのかなとは思う。すべてが嫌にならないでほしいなとは思うよ。その、まあ、育ててくれたとか、一緒にいてくれた時間ってのは絶対にあったから、まあ、いろいろあの人は計算でね、一緒にいたのかもしれないけども。あの、純がさ、将棋とかうまいシーンがあったやんか。生まれつきの才能って言ってたけど、多分その、純くんのあの駆け引きの強さ、東にもトランプ買ってたし、あの強さっていうのは、お父さんから受け継がれたもんやと私は思ってるから、ミキコさんではない、絶対に。ミキコさんから受け継いだのはあの度胸の良さ、肝の座り具合。あの辺はお母さん似てるわ、純は。でもあの駆け引きの強さだとか、っていうのは、お父さん譲りのものっていうのを感じたので、それは純のいいとこだからね。駆け引きができる、うまいことできるっていうの。やから最初に海藤を止めさせて、海藤に興味を引いて、一緒にその美希子さんを探すっていうことができたと私は思ってるから、それは純のいいとこ。で、お父さんの良かった点を引き継いだのかな。だからこそ、嫌な人やったかもしれんけど、全部を嫌いにならないであげてほしいかな。一人一人のキャラクターを私はちょっとどうしてもいいとことして見ておきたいとこはあるからさ。まあ嫌なやつやったけどね、あいつは。
千田も結局いいやつやってんか最初星野騙しやがってと思ったけども、今回はやっぱり海藤ってかっこいいんだなってジャッジアイズの時からも思ってたよ。組を大事にする松狩りの親父を大事にする海藤っていうのをずっと見てきたからこそ、ちょっと私の中でこうなんて言うんだろう、私はその松金組を選んだ海藤正治っていうものをしか知らなかったから、女選ぶんかいって正直思ってたとこはあった。何フラフラしてんだよって思ってる時もあった。海藤が夢みたいな途中で、だからこそなんか、でも海藤のその道も本人が幸せなら応援してあげたいな。